浜松市のこちらのこども園で園児に対し腕を引っ張ったり手の甲をはたくなど園児に対する複数の不適切な行為が確認されました。改善勧告を受けたのは浜松市中区にある認定こども園蓮華こども園です。市によりますと去年の運動会の練習中女性保育士2人が園児の足をつかんでスタートラインに並ばせる列に並ばせる際などに腕を引っ張るといった不適切な行為をしたということです。いずれも園児に怪我はなく保護者から市に相談があり発覚しました。保育士による不適切行為は園内の防犯カメラに記録されていてその後の市の調査では園が法令の基準よりも少ない人数で保育士を配置し園を運営していたことも判明しました。これを受けて浜松市は先月20日園の運営法人に改善勧告を出し来月末までに改善内容を報告するよう求めています。浜松市内の保育施設に改善勧告が出されるのは今回が初めてです。一方で園に子どもを通わせる保護者からは他の保育園よりもだいぶできている保育園だからただ預かるだけじゃなくてしっかり教育してくれるし保育という、そうしっかり 教育をしてくれる勉強も教えてくれるし、うん、僕はだって隣の隣の町からわざわざこのために引っ越してきたぐらいだから感謝しかない。園は明日午後保護者説明会を開く予定で今日静岡朝日テレビの取材に対し園長は説明会の後に対応しますとコメントしました。初の改善勧告を出す事態に浜松市の担当者はこうした事案が起こったことは非常に重く受け止めております。配置基準を満たしていないということは子どもに安全な保育環境が提供できないそれから不適切な保育が行われた事案につきましては子どもの安全な施設であるための施設で怪我を発生しないという怪我を発生させるというような事案にもなりかねない大変危険なことだと思っています。